こんにちは、山芋です。今日もエルニア王国の日々やっていきたいと思います。結構コツコツやってしまっておりまして、そしたら恋人のニーノ君がですね、プロポーズをしてくださいまして、でそのまま神殿に行ったんですけども、神殿に行ったらもう明日結婚式ってなってしまったんですよ。なので急遽撮影をしていきます。もう日付の方もだいぶ進んでおりまして、まだ1年目なんですけども、24日だったかな、今23日だから24日ですね。ちょっとこれで眠って結婚式当日に行きたいと思います。はい、お任せ行動、ゆっくり休んだ、すっきり。さあ結婚式楽しみですね。おはようございます。192年24日になりました。本日は休日、暦の上では冬です。ニーノさんとモカさんの結婚式があります。私のことでございます。エルニアハトバに旅人グライム・モランさんがやってきました。今日も一日頑張りましょう。達成期限の切れたミッションが2件ありました。 OK。 今日は待ちに待った結婚式ね。結婚式は昼一刻から清水の神殿で行われるわ。楽しみですね。あ、今なんか言おうと思ったのに切れちゃった。あ、このフォモスの森っていうやつなんですけど、なんか召喚獣のようなものがたまにやってくるんですよ、この国に。でそれが来るといつも取れない素敵なものがなんか取れるようになるらしくて、しかもなんかこう朝起きた瞬間にホモスが来てると、このホモスの森っていうところに誘導してくださるんですね。でこのホモスの森なんですけど、一体どこなのかもわからない。で終わったらある一定の時間が過ぎると、現実の世界じゃないですね、気づいたらもうエルニア王国に帰っているという感じなんですよ。でその一定時間もどれぐらいなのかよく私もまだ分かってなくて、今これ3回目ぐらいですかね、これに出会ったの、このイベントに遭遇したのは3回目ぐらいで、でもよく分かんないのでとりあえず最初ボタンを押しまくっていろいろゲットしていますとりあえずいつものやつですね、カーブソーとかがゲットできて、こっちはキノコとかかな。まだね、何に使うかわからないアイテムがたくさんあって、あと敵も出るんですよ。で武器も強くできるみたいなんですけど、全然わからないんですよね、まだ。それなのにお友達作りとか恋人作りに精を出してしまいましてですね、いつの間にかもう速攻で結婚式という話になってしまいましたもう私もびっくりでございます。とりあえず今は撮りまくります。で結婚式なんですけど、ちょっとナルルとかククリは覚えてないんですけど、オルルドとプルトは結婚したらお金を半分に分けるっていうのをしたんですよ。新たに結婚される人となので、たくさんお金を貯めてても結婚するとお金がなくなるっていう、大概ねコンピューターの方ってお金使い込んでるんですよ。エルニアではちょっとまだニーノ君のお金をチェックしてないんですけど、大概皆さんね使ってらっしゃってね、もう無一文でうろうろしているっていうのがこのワールドネバーランドの面白さなんですけども、ちょっとでも私一生懸命貯めたのにね、全部ニーノ君に持っていかれて変なものを買われるのもなとか思いながら悩んでるんですよね。どうしようかな、なんか買っといた方がいいかな。だいぶね、この動画始める前も結構買い込んだんですけど、悩みますね。何を買っといたら一番いいのかな。でも結構ね、このゲームクエストを達成していくといつの間にかお金が貯まってるんですよね。なんかね、適当に武器を買ったらちょっとお金減ってますけど、なんか一時1万ぐらい超えてたんで、結構お金も貯めやすいのかもしれません。でやっぱりガツガツね、段取りよくゲームしてしまいがちなんですけども、何世代にもわたってこれできるので、もうゆっくりやって夜になったら家に帰って寝るっていうのがもうね、さっさとこう進めていった方が
本当は楽しいゲームなのかもしれないですね。私本当にガツ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 寝る、ね、ちょっと前までなんかこうやっちゃうんですよね。いろいろゲットしに行ったり、魚釣りに行ったりしちゃうんですよね。でも今のところ探索も重要なんですけど、魚釣りも結構多いかな。今までは訓練所でね、力とか素早さとかを結構上げてたんですよ。それがダンジョンに行って、それで上げるっていう仕様になっておりまして、結構行かなきゃいけないんですよ。なんかタップゲーム、今流行りのアプリのタップゲームみたいなのを結構しなくちゃいけなくて、ちょっとどうしようかなって思って なかなか時間かかっちゃうなみたいな。敵ですね。よし。結構敵も出ますね。この桜石っていうのが今やってるイベントで使うみたいなんですけど、そんなにね、イベントガツガツできるほど、まだいろいろ溜まってないので、力もなくて、魚もね、いい魚取れないんですよ。餌いっぱい買い込んだのに全然取れなくて、ちょっとショック受けるっていう。切れましたね、効果が。やっと元に戻ります。これからのお昼まで結構時間がありますね。あ、これがホモスくんですね。ホモスっていうか召喚獣ですね。ちょっと一回家に帰って朝ごはん食べます。もしかしてここにね、住むのは最後かもしれない。よし。結婚したら家が多分変わるはずなんですよね。2人の新居はここですみたいな感じで。今までは確かそういう流れだった気がするんですよね。勝手にね、家を決められるパターンで。で、結構リセットマラソンしてたんですよ、前はね。で、これできないんですよ。で、ちょっともう一発勝負でやっていくしかないですね。昔はもう完璧を求めてワールドネバーランドをやってた時期があって、もう金髪のね、男の人が結婚相手じゃないと許せなかった時があったんですけど、仕方ないですよね。まあこれはニーノくんは同じ緑の髪型だけど素敵だからもうそのまま結婚するみたいな。金髪を探してる時間なんてないみたいな。あ、料理作るんじゃなかった。座るんだ。座って料理を置く。何食べようかな。何でもいいか。とりあえず何でもいいか。食べいただきます。さて食事にするか。結婚式今日なんだよね。死に神フィニッシュフィルターの神、今日の恵みに感謝します。明日からは奥さんなんだよね。ふふ。素敵ですね。あ、ドキドキしますね。で、結構今まで男友達が多かったんですよ。で、交友関係見ると、あ、こうハートマークね、つけっぱなしだけど、こう 独身男性をね、基本的に全部ハートマークつけてて、こうちょっと最近会ってないからね。で、結構ね、皆さん会いに来てくれたんですよ。デートとか誘ってくれたり。でも、これ今までと一番違うのはですね、一度恋人になると別れることがなかなかできないんですよね。今までは、もう軽く恋人になったと、あー、ちょっと待って、リーノくんいた。待って、誰、何？あれ、なんか止まってる、止まってるよ。あ、話しかけられたんだ。そう、今までは、何回でも、いろんな恋人になれた、いろんな恋人と楽しくデートをしてたのができなくなるんだよね。何これ、雰囲気変えた。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、待って。リロ君メガネかけてますね。ちょっと待って、聞いてみよう。あれ、いつもと雰囲気違うくない？どう？似合ってる？似合ってるよ。似合ってるけど、今日結婚式だよね。メガネで出席するのかな？ちょっと待ってくださいね。今までニーノ君メガネかけたことなかったんですよ。今日気合入ってますね。あ、もうなんか、婚約のね、セリフになってるんですね。ちょっと結婚式前に、あ、ダメでしたね。キスしてくれなかった。残念。あ、ちょっと眼鏡かけてね、今ちょっと今日一でびっくりですね。 衝撃です。さあ
先に結婚式前に朝の日課を先に済ませておきます。一人住民になったね、農地を与えられたんですけども、その農地で今育ててるのがあるんですけど、もうね、明日なんか麦収穫するのかな、なんか麦植えなきゃいけないみたいで、でそれまでにこの畑を全部きれいにしとけって言われちゃったんですよ。だからとりあえず今生えてるものを全部収穫しておきます。よいしょ。まだ朝ですね。なんか緊張してきたな。なんかそうだ、買い物行くって言ってたんだ私。買い物行ってこよう、これ終わったら。何買った方がいいかな。どうでもいいものいっぱい買っとこうかな。よし。OK ですね。じゃあ次。あ、今2個ゲットしましたね。なんかね、毎日世話してると結構いろいろゲットできますね。あ、どこ行くんだろう。合ってるよね。この自動移動すごい便利です。マップがとっても複雑なんですよ。なんか魔法の扉とかあって全然覚えられないんですけど、自動移動すると最短距離でちゃんと目的地まで行ってくれるんで、とっても便利です。で、普通に歩くとちょっとスピードが遅いんですよね。こう自動移動だとちょっと走って行ってくれるので、時間短縮にもなりますね。ああ、言ってる間にもうあれだよ、時間だよ。ダッシュで買い物して、あ、ニノ君いる。ニノ君また何してんの？ニノ君もうすぐ結婚式だよ。あ、なんかわからない。違う子と喋っちゃった。とりあえず買い物します。雑貨店でなんか面白いもん買います。そういえば、私、婚約指輪、もらってない気がするな。自分で買おうかな、銀の指輪、これ。ね。ちょっと買っとこう。で、エンゲージリング、買っとこう。くれなかったから。もうお金使っちゃおう。あ、香水売ってる。ちょっと2個ぐらい買っとこう。髪染めか。これ買ったんだね。結婚するかって、もしかしてさ、お金もらったのかな。ちょっと高いの買っとこう。お金ね、分けられたらすごいショックなんで。悪い女ですね、モカちゃん。でも、ニーノくんずっとここにいるんだよね。一緒に行こうって言ったらいいのかな。ちょっと待って、何買っとかなきゃ。ポポコ、何これ。これ持ってない。買っとかなきゃ。20個くらい買っとこう。これも、買っとこ、買っとこ。ね。何でも釣れるよ。もういっぱいある。あ、ペピの種買っとかなきゃ。よし。こんなもんかな。野菜の種も結構あるし。大丈夫だよね。なんだろう、サーベラってなんだろう。あ、これ知らないよ。すいません、なんかいっぱい爆買いして。だってもう絶対お金なくなると思うんだよね、今までの記憶の中ではさ。よし。では行きます。自動移動。神殿へ。いざ神殿へ。さあ、始まりますよ。あ、ホモス、こんなとこにいる。なんかちょっと縁起がいいですね。結婚式の日にホモスがいるっていいですね。し、これで、ここですね。もう言ってる間に始まるんで、ちょっとスタンバっておきます。合ってますよね。神殿にするって言ったよね。違うかったらどうしよう。あ、もうなんかいるよ、人が。話そう。世間話をする。あ、特にね、特に何もなく、あ、この結婚されてるんですよ。あ、金髪ロン毛のおひげ。なかなか貫禄のある10歳ですね。今日も寒いですねって。すごいすごい。え、あ、墓地とかあるんだ。ちょっと行ったことないか、ちょっと。でも結婚式まで墓地を 見に行くっていうのは微妙かな。ちょっとやめとこう。え、どうしよう。中に入ってていいのかな？ちょっと早かった？時間。でも緊張するからさ。こっちは何だろう。あ、本棚があるよ。あ、住民台帳こんなとこにあるんだ。うん。
私、でもなんかこの王国情報の中にもあった気がする。あ、あるよね。そうか、ここにあるのは全部どこかにあるんだ。どうしよう。これ直しとこう。なんかどうしよう。指輪とか持っとく？ね。さて、さっき買ったもん、私。いい指輪。まるでもらったかのように。つけとこう。持っとこう。バラの花とかの方がいいかな。話そう。何してんだろう。何持ってるの？あ、ちょっと似てるね。ニーノくんと。皆さん、見ました？結婚式始まりますって。始まってね、動画始まって15分でやっと。15分超えでやっとです。それでは、これより、早かった。二人とも祭壇の前。あ、髪型が違う。超かわいい。何時、新郎2の妻と互いに寄り添い永遠の支えであり続けると誓いますか？誓います。ありがとう、ニーノくん。もか、夫と互いに寄り添い永遠の支えであり続けると誓いますか？誓います。素敵。あれ、お父さんから向こうにいらっしゃるの。では、神の御前でお互いの愛の証を示しなさい。何すんの？やっと一緒になれたね。もう離れないわ。待って、ボタンを早く押してみて、ちょっと肝心なとこ見えなかった。ちょっと後で停止ボタンを押してみよう。待って、新しい家と今の家あんまり変わらないんだけど、心機一転新しい家に住みます。名字は山芋です。はい、山芋族を増やします。素敵、かっこいい。ありがとうございます。神々の祝福がありますように。だって、モカちゃん幸せにするのよって言われてる。しっかりな、お幸せ、トリシアがお幸せにって言ってくれた。すごい嬉しい。親友が来てくれたから、なんか泣きそう。待って、初めての結婚したって2回目できるの？暮らしはいかがですか？あとでレビューが書けますね。家にしとく。ごめんね。あ、トリシアだ。ちょっと待って、ニーノくんが橙色になってる。何かミッションあるって何？何？親友と、なんかミッションあるよ。実は、回復薬の手持ちがなくてよかった、少し分けてくれな。分かった、私に任せて。何これ、どういうこと、どういうこと？持ってたからもう簡単にミッションが達成できたってこと。結婚してから急に、あれだね、変わりましたね。夫と喋ります。私たちの家に帰ろうってあるよ。今日から一緒の家なんてちょっと夢見てるみたい。じゃあ夢か本当か確かめなきゃ。やだー、すごい。嬉しい。すごい、結婚式よかった。ちょっと興奮してボタン押しすぎて、なんか肝心なとこ見てなかった気がする。まあ、いっか。すごーい。家一緒だよね。一緒で近くだよね。いや、すごいね、なんか。色が変わっただけでちょっと興奮するみたいな。さすがワーニバー。これ絶対緑の髪の毛と緑の髪の毛なんで、緑の子供しか生まれないと思います。またね、そこが楽しみなんですけど。家がね、新しいです。ちょっとね、遠くなりましたね。 結婚したから服が変わった。2人で出かけられて嬉しかった。いや、今まで結婚式にいたんだよ。ツッコミどころ満載ですね、これ。また一緒に出かけようね。愛してるよ。チューするんだ。なんか拾ったよ、今。拾う。なんで置いたの、今。ちょっと待って、話そう。なんか音の、ちょっと待って、仲良くしたいなとかあるよ。これちょっとやだ、ニーノくん。何、そんなにベタベタして。子供欲しい？聞いてる。今ちょっと、また後で 断られました。
なんてこった。しかも2毒もういない。あ、メルビンだ。こんにちは、メルビン。何してるの？誰かと遊ぼうと思って。そうなんだ。ちょっと待って、あ、ニーノくんいた。ニーノくんと話そう。ニーノくん。プレゼントあげる。あ、よかった。イムのぬいぐるみ。なんか家になぜかね、床に置いたんだけど。あれ？あげたのに持ってる。いっぱい持ってたのかな？あ、また置いちゃった、また置いちゃった。ちょっと待って。よくわかんない、よくわかんない。ちょっとしまおう。で、交友関係。で、2位の、これハートマーク消さなきゃね、もう結婚したから、他の男性にハートなんかつけちゃダメだもんね。家系図。ほら、グレイグ君っていう、ほら、義理の弟がいるんですよ。この子に会いたいな、この、セリフがね、変わってるかもしれない。私、グレイグ君って、いますかね、ここに。喋ったことあったと思うんだけど、もう消えてるかな。いないな、グレイグ。いるいる。いきます。あと、義理のお父さんとお母さんとも喋りたいんだけどな。友達なのかな？わかんないな。とりあえず行ってみます。で、どこ行くんだろう。どこにいるって書いてたっけ。とりあえず今回義理の弟とお父さんとお母さんと喋って、セリフを確認して終わりたいと思います。あ、モニカがいる。あ、グレイグもいる。挨拶を交わす。こんにちは。こんにちは。あ、こんだけグレイグ。もっとなんか、ないの？特別なセリフ。ないんだ。あ、モニカに結婚したっていう。モニカね、この国の王様なんです。私、友人なんですよ。はる、いろいろやることがある。あ、何かミッションあるってあるよ。これ頼みます。何何？なんないとお申し付けください、陛下。あ、桜石持ってます、持ってます、持ってますよ。これ多分イベントのミッションですね。よし。ミッション達成です。ほら、この花がね、いるんですって、ミッションに。ちょっと、もっと仲良くなりたいんで、ちょっとやってみます、王様と。もっと仲良くなりたい。私たち知り合ってだいぶ経つよね。そういえばそうだね。そのうち何か食べに行ったり、陛下ともっと仲良くなりたいな。あ、見て、もちろん楽しみにしてるよって。やった。じゃあ今度誘うね。ということは、モニカが仲良しになりましたね。で、今度ご飯食べに行って、多分友人になるんですよね。で、次は、交友関係。この下のハートがうざいな。家系図。このお父さん、ソテリオさん。シュートですね。シュート目のアイオンさん。アイオンさん、会ったことあるかな？ソテリオとアイオン。ソテリオとアイオンがいるか。ソテリオとアイオン。もっとさっき喋っとけばよかったね。よろしくお母さんとか、ちゃんと結婚式で言わなきゃダメだったよね。ダメな、ですね、嫁ですよね。やばいな、早く挨拶に行かないと。あ、よかった、いた。ソテリオはいた。アイオンは？一緒に住んでるから多分家に行けばいるよね、多分。なんでこれ星マークつけたんだろう。なんか初めによく分からなくてバババって触ったんですよね。まあいいや、とりあえずシュートのところに行きます。どこ行った、シュート。あ、いたいたいた。はい、行きます。この導き帳結構ね、使えるんですよね。で、なんだかな、なんだっけ、なんとか商店 なんか使うと、また、あ、そうそう、これこれこれ、商品到着しました。これでね、ゲットできるんですよ、いろいろアイテムが。ちょっと後でゲットします。今ちょっと、会いに行ってるんで この船の場所がね、まだわかんないんですよ。あ、いたいたいた。どこ行くの？矢の市場だよ。ポカポカ亭に用があってね。いらっしゃい。そんな感じなの？結構ラフな感じなの？そういうもっと会話ないの？なんか寂しいな。もっとなんか、いや、娘をよう、いや、嫁よみたいな感じで来るんじゃないんだ。そっか。あ、そうだ、お金は？半分に分けてないんじゃない？待って、使いすぎて分かんなかった
なんか行く前にさ、お金すごい使っちゃったからさ、ちょっと待って。全然確認しなかった。後で動画で確認します。もしかして分けなかったのかな？自分で指輪買っちゃったしさ、なんかいろいろ腹立って。ちょっと待って、ニーノくんの所持金確認しましょう。ニーノくんね、あんまりお金持ってなかったんですよ。ニーノくんのお金どこに見るんだろう、これ。見れないの？基本情報。え、見れないの？見れないの？どこで見るんだっけ？あ、持ってる。あ、1100円持ってる。じゃあ分けてないんだ、多分。ねえ、同じぐらいのお金のはずだもんね。ああ、そうなんだ。ちょっとやりすぎたかな？買いすぎたかな？まあ、いっか。また、徐々にお金貯めていきます。じゃあ、ちょっと今回はこの辺で、言えない、ラダとのツーショットで、今回の動画は終わりたいと思います。長いお時間、ご視聴ありがとうございました。さようなら。